はい、皆さんこんにちは。佐藤カメラのオールドレズ大好き YouTuber のサンピン・ミシナが、本日はこちらのね、チョックラホールっていうちょっとホールがありまして、こちらで佐藤ひろこさんのお仲間たちがですね、集まるフェスっていうのがちょっとありまして、それにサンピンさんやってる風景の感じを写真撮影と遊びにやってまいりました。佐藤ひろこさん、佐藤カメラのちょっとお客様であり、中に出演する方の菅さんも、自分もね、ラジオに出演させてもらったりとかもありましたので、その2人をね、ちょっとメインでちょっと写真ちょっと撮らせていただければなと思って今日来ている次第でございます。で、今日ね、一人だとちょっと寂しいかなっていうのもあったので、もう一人ゲストをね、用意して今日撮影をしようかなと思ってお呼びしちゃったんですけどね。あれ、ちょっと聞こえてるかな。はい、はい、おはようございます。トモヤです。今日は呼ばれたので一緒に楽しみたいと思います。もうトモヤさんというとね、お休みはなんかフェスに行ってるイメージがあったんで、はい、サンピンさんもちょっと今年なかなかね、夏に遊び行ったイメージがあんまないんで、今日やっとこう、サンピン紹介のね、中古紹介では販売することはなかったけど、シャッター回数がなかなか増えてない自分のニコンのね、D750 を持ってきました。同じの持ってきました。今日ね、お揃いでトモヤさんも750っていうのもあったんで、もうレンズが全部貸し借りできるようにってことで全部合わせてました。貸してもらえるんですか。はい、レンズ3本ぐらい持ってきましたんでね、はい、なので今日この後11時からね、これスタートになりますけど、今日撮影してくれてる方誰なんですかね。はい、皆さんこんにちは。カメラマンは佐藤カメラ中古事業部の鉄道大好きシポポ伊沢です。はい、これ今撮影してる後ろ側はね、放射口駅っていうね、撮影するよりもそっちの方が夢中だよみたいな感じで撮影してくれてますんで、なのでこの後中の様子がね、少し一部でしか撮影できないかもしれないですけど、今日お休みでね、3人とも来てますんで、ゆっくりと時間を使いながら撮影していきますので、この後の動画楽しみにしてください。じゃあ撮影行ってまいりまーす。行ってきます。今回ね、この佐藤ひろことみんなで遊ぼうフェスっていうね、形でこれチラシ、ポスターの方をね、ちょっといただいてるんですけど、この佐藤ひろこさんが自分のね、この佐藤カメラの鶴田店の方のお店の方で、かなり前の時からのね、お客様でありまして、で、シンガーソングライターをね、やられてまして、その方のゆかりのあるメンバーの方たちが今日ね、集まって、でその中にも三平さんがこの間ラジオに出たんですけど、その時の瀬賀由美子さんのね、フリーアナウンサーの方も出ているということで、ぜひ行きますよってことでお話をしたので、今回は来させていただいた取材でございます。これちょっと初めての試みみたいですけど、またね、今回好評であればまたやってくれるかもしれないので、今回は楽しんでこようかなと思いますので、本番迎えたいと思います。夜に色なんてあるのだろうか。夜は色なんてない。君の夜は何色なの。
にちは、菅由美子とリオンで二人合わせてユリオンです。さあこれから動物の可愛い朗読をお届けします。はい、虹の橋のちょうど真ん中、橋の下には小さな森がありました。この森は雨が降るとまるで傘のように虹がかかるのでした。雨だ、ねえ、虹が出るよ。虹？そんなの雨が降ればかかるんだから今さら何？もう一匹の動物が答えます。この森には白と黒という2匹の動物が暮らしていました。この前森に来た人間が話してたんだ。虹のふもとには宝物があって、それを見つけたら何でも願い事が叶うんだって。何でも？なら僕は人間になりたい。え？クロは？願い事が叶うなら何を願うの？俺も人間になろうかな。どうせなら。だよね。僕人間になったらこの森だけじゃなくてお城ってとこにも行ってみたいし、パンっていうのも食べてみたいな。じゃあ虹のふもとに行ってみようよ。でももし宝物がなかったら無駄になっちゃうし、どこにあるかもわからないし、危ないかもしれないよ。僕は願い事を想像してるだけで楽しいから。あるかないかは行って確かめればいいさ。そう言ってクロは次の雨の日のために準備を始めました。シロも一人で森にいるのは寂しいので一緒に準備をしました。はい、ということでこれ今終わりましたけど、はい、
いやちょっとね、聞き入っちゃった感じ、みんな。そうです ね朗読があってるのはね、菅さんの朗読良かったです ね中のね、会場の様子は動画見ていただければ感じわかるんですけど、150人か200人ぐらい一応立つと入れるみたいですけど、この会場で行くと標準のレンズから、あとは友達さんが今日使ったのが70-200で撮ってました。後ろの方からだったんで、ね、100前後ぐらいで撮ってました、ね、そうですね。今日は座席のところからで撮影してたんで、前まで行って撮影してないので、動きながら撮ってません。前の方のちょっとこう邪魔にならない感じにこっちがずれて撮ったりしてた感じだったんで、なので 3P さんもね、24-120のナノクリを1本使ってて、で広角の場合はね、例えばお友達とかがライブハウスとかでライブするとかで近い場合はね、超広角のフィッシュアイとか広角のズームレンズでも面白いかなと思いますけど、こういうところはまあ標準か、あと70-200は多分自分もね、120にしててもちょっと足りないなって思った時があって、これやっぱピンポイントでね、一人だけこう切り抜いてあげたいとかって場合はやっぱ200欲しいなっていうのもあると思いますから、なのでまあ標準と70-200あたりの明るいレンズを使ってあげるといいかなって感じになりました、ね。まあ、ミリ数よりも明るいレンズ、ね、こういうところだと ね明るいレンズっていうので選んでもらったら、はいはい、まね、いいかなと、はい、なのでね、まあ、2.8 だねやっぱね。今日は一応これ自分 F4 でしたけど、まあ、ちょっと感度少しあのオートでね、6400ぐらいの中でこう使えるようには撮ってったんで、撮れてないアーティストの方もいましたけど、撮れた方の分だけでも今日ね、こんなの撮れたよっていうのだけちょっと流れますので、また年内にもう一回撮影できるかわからないですけど、 3P さんもできれば、トモさんなり、あと 3P さんのピンの動画でもね、あと伊沢さんと行ったりとかするのもね、撮っていきたいなと思いますので、今回ちょっとまあ、 プライベートでもありながらちょっと楽しんできたっていう感じの動画になってますので、この動画もね、良かったなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価の方いただければと思いますので、はい、なかなかない組み合わせで2人で撮ってきましたので、はいはい、でカメラマンの方は伊沢さんがねやってくれましたので、また次電車になるのかイルミネーションになるのか分かりませんが、次の動画楽しみにしていただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。今日も見てくれてベリーセンキュー。